ゾーンアラームはチェックポイントソフトウェアテクノロジーズの一部門であるゾーンラブスが開発・販売するセキュリティ製品群である。元はパーソナルファイアウォールを開発する企業であるゾーンラブスの製品ブランドであったが2004年に同社がチェックポイント社に買収された。その後ウイルス対策等の多機能が追加され個人及び 小規模企業向けのセキュリティ対策製品のブランドとなった。ゾーンアラームの開発元のゾーンラブスは1997年に創業している。ゾーンアラームファイアウォールのリリース履歴によると Windows95 に対応との記述があり、期限は当時に遡る。最初の日付が確認できるリリース日は2001年4月30日でバージョン2.6である。 ゾーンアラームファイアウォールのリリース履歴はこちらを参照されたい。脆弱性情報データベースでは本製品に関する最も古い脆弱性情報として2000年2月の区部 -2000 から0220まで遡ることができ、対象はバージョン2.026である。流通面では2002年頃 NEC が PC ゲートという名称で OEM 版を自社の PC に プリインストール販売していた。ゾーンアラームの製品名では2003年から2006年頃にかけてホーバルクリエイティブ、アークン、イ、e、ーフロンティアジャングルが取り扱っていた。無償の日本語版は2004年5月11日にバージョン4.5としてリリースされており、少なくとも2009年頃のバージョン7.0までは無償の日本語版が存在した。現在は ゾーンラブスのサイトから英語版が入手可能である。スマートフォン向け製品は Google プレイ、アップスドールから入手可能である。PC 用製品の主要機能以外の遺採については、製品間の機能比較表の項目を参照されたい。ゾーンアラーム、フリーファイアウォール、リリースヒストリー。2019年9月11日閲覧。ハッカー追跡機能などを装備した。 ゾーンアラームプロ4を10月1日発売やーくん、ベイゾーンラブスと、ゾーンアラームプロの独占販売契約締結。ゾーンアラームプロバージョン4.5日本語版、ジャングル、ゾーンアラームプロ特別優待版、ダウンロードソフトウェアウィン専用ハットゾーンラブス、無料のパーソナルファイアウォール、ゾーンアラーム、日本語版ハットゾーンアラームのダウンロード無料で、セキュリティ対策 PC 向け製品を扱っている。 スマートフォン向け製品を扱っている。ありがとうございます。